皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はデッドリフトで広背筋は筋肥大するのかについて解説をしていきます。筋トレ界隈でよくある論争の一つなんですよね。デッドリフトは広背筋に効くのか効かないのか、でデッドリフトで広背筋はでかくなるのかどうかみたいなね、そんな論争がですね、まあ、定期的にちょっと巻き起こってはですね、論戦を繰り広げるみたいなのは、まあなんか 2,3 年に1回ぐらいのスパンであるような気がしますね。まあそれぐらいこうメジャーな話題なので、まあ私のね見解をお話しさせていただければなと思います。まず結論からお話ししますと、デッドリフトで広背筋は筋肥大します。しっかり広背筋は大きくなってくれますし、もちろんですねデッドリフトで広背筋に効いてくれるんですが、広背筋を筋肥大させるのに最適な種目だとは思わない方がいいですね。なので広背筋を大きくするためにデッドリフトやります、全然構わないんですけども、デッドリフトだけで効率よく広背筋を大きくできるとは思わない方がいいんじゃないかなと思います。デッドリフトにおける広背筋の役割ですね、こちらをまずね説明させていただきます。デッドリフトにおいて広背筋の役割っていうのは3つありまして、1つ目はバーを自分の体に引き寄せる働きですね。ケーブルプルオーバーと同じような動きですよね。この動きでしっかりバーが体から離れていってしまわないように体の近くに引きつけておく働きっていうのがあります。基本的にデッドリフトを行うときは一番最初の段階では自分の肩がバーよりも前に出てきます。なのでしっかり広背筋の力を入れてあげないと、持ち上げ始めたときにバーが前に行ってしまう。でそれによって腰に大きな負担がかかってしまって腰を怪我してしまう、ぎっくり腰になってしまう、そういうリスクが出てくるわけなんですね。それを防ぐためにしっかりとバーの位置を保つ、バーが肩の方にね前に出てしまうのを防ぐためにしっかりと体の方に押さえつけておく役割というのがデッドリフトにおける広背筋の役割なんですね。そして広背筋の役割2つ目なんですけども、肩甲骨を加勢させるということにあります。肩甲骨をしっかりと下げておくっていうことですね。バーを上げようとするときに肩甲骨がぐっと上がってきてしまうと広背筋から力が抜けてしまって体を安定させることができません。姿勢が崩れてしまって腰に大きな負担がかかってしまうということになります。なのでデッドリフトを行うときはしっかりと肩をグッと落としてその姿勢を保ったままバーを上げていく必要があるんですね。この肩甲骨を下げておく、肩を下げておくというのが肩甲骨の加勢というんですけども、この役割を広背筋は担っています。そして最後3つ目なんですけども、体幹の伸展の働き、簡単に言うと背筋をグッと伸ばしておく働きですね。まあデッドリフトでよくあるミスなんですけども、上げてくる時に腰が丸まってしまう、背中が大きくグワーンとね上半身が丸まってしまう、こういうねエラーがあったりします。でそれを防ぐためにしっかりと背筋をまっすぐに保っておく、バーベルの重さに負けて背筋がぐーっと曲がってこないようにしっかりと背筋を伸ばした姿勢を保っておく、この働きが広背筋にはあります。なので実はデッドリフトにおいて広背筋ってかなり重要な役割を果たしているんですね。デッドリフトを行う時の主に上半身の姿勢をしっかりと理想的な形に保って腰への負担を減らすために非常に大事な筋肉なんですね。なのでデッドリフトで広背筋にもねしっかりと刺激は入ってくれるわけなんですね。ただ懸垂やラットプルダウン、ローイング系の種目と違ってデッドリフトでの広背筋っていうのはウエイトを動かして広背筋が収縮する働くっていうものとはちょっと違って、バーを持った姿勢っていうのを保ったままずっと固めておくために力を発揮するわけなんですね。なのでまあその筋肉は動いてないけどしっかりと力を入れて働いている状態、こういう状態をアイゾメトリックス収縮と言います。でこのアイソメトリックス収縮でもしっかりと筋肥大をするので、ラットプルとかね懸垂とかローイングみたいに広背筋は動いてないけどもしっかりと強い負荷が広背筋にはデッドリフトでかかっていて筋肥大はするんだっていうことは覚えておいてください。そしてこのデッドリフトですね、まあ懸垂や
ベントオーバーローといった他の広背筋を鍛える種目と大きく違うところっていうのは、超高重量で広背筋を刺激することができるんですね。例えば体重70キロの方がデッドリフトやるとして、結構頑張って鍛えれば、怪我とかね何もない方であれば、体重の2倍ぐらいのね140キロぐらいの重量を上げれたりするわけなんですよ。当然そんな140キロなんていう重量でベントオーバーローなんかできないですし、懸垂なんかできないですよね。70キロの方が140キロで懸垂ってなったら、70キロの重りを荷重してぶら下げてやらないといけないんで、そんな超高重量で懸垂なんかできないじゃないですか。なので懸垂とかベントオーバーローといったその他の背中の種目では扱えないような超高重量で広背筋を刺激することができるというのもデッドリフトの大きな特徴でもあります。なのでデッドリフトでね広背筋は大きくならないって言ってる方の中には、デッドリフトで、広背筋が動くわけじゃないと、アイソメトリクス収縮なんで、筋肥大の効果は落ちてしまうと。そしてデッドリフトのメインはやっぱりお尻とかハムストリングといった下半身の筋肉になるので、あくまでね広背筋は補助でしかない。だからそんな広背筋をね大きくするためにデッドリフトをやるっていうのは効率が悪いですという方もいるんですけども、しっかりと超高重量でデッドリフトを行うためには広背筋をしっかりと使ってあげる必要がありますし、高重量でデッドリフトをやる際にはかなりの刺激が広背筋にも来ているので、デッドリフトで広背筋を大きくすることはできるというふうに私は考えています。広背筋を大きくするためにデッドリフトを頑張ってやりますっていうのも、一つの正解ではあると思うんですね。ただデッドリフトが広背筋を大きくするために一番効率がいいかと言われると、必ずしもそういうわけじゃないんじゃないかなというふうにも私は思っているので、そういう意味ではデッドリフトで広背筋は大きくならないって言ってる方たちの意見にも一理あるんじゃないかなというふうに私は思っています。デッドリフトで広背筋にしっかりと、刺激は入って筋肥大もするんですけども、やっぱりですね手動筋じゃないんですよね広背筋は。確かにですねデッドリフトで広背筋に強い刺激っていうのは入りますし、広背筋も筋肥大するんですけど、どうしてもですねデッドリフトにおいて広背筋ってメインで使う筋肉じゃないんですよね。やっぱりメインで使う筋肉っていうのはお尻とかハムストリング、こういった下半身の筋肉なんですよね。なので確かに広背筋には効くし、筋肥大するだけの刺激も入るんですけども、やっぱりメインは下半身なんですよね。お尻ハムストリング、こちらの筋肥大効果の方が大きくなってしまっていて、デッドリフトでしっかりと下半身を大きくする鍛えるための補助として広背筋の筋肥大っていうのが来るものなんですね。なのでデッドリフトだけで広背筋を大きくしていくというのはあんまり効率が良くないんじゃないかなというふうに思っていて、デッドリフトもしっかりやっていただいた上で懸垂ですとかベントオーバーローですとかラットプルダウン、シーテッドロー、こういったねしっかりと腕を動かして広背筋を動かして鍛えていく、そういう種目も同じぐらいですねしっかりやり込んでいただいた方がより効率よくですね広背筋を筋肥大させていくことができると思ってます。なのでデッドリフトとその他の種目どっちがいいかどっちが効率がいいかという話ではなくて、どちらもですねそれぞれいい点があって、そのいい点がそれぞれね違ってくるので、目的に応じてそれぞれの種目を正しく選んで自分に必要なものは何でもやっていきましょうよと、それが一番効率がいいじゃないですかというのが私の意見です。なのでデッドリフトも全然ね背中のトレーニングとしてやっていただいて構わないんですけども、それだけじゃなくてしっかりと懸垂やベントオーバーローといったその他の広背筋の種目っていうのも同じぐらいですねやり込んでいただいて、隙のないですね広背筋を作っていただければと思います。このデッドリフトの論争において、このデッドリフトでね広背筋が筋肥大するよって言ってる方たちの中にね、デッドリフトが強い方はみんな背中が大きいと、だからデッドリフトで広背筋は大きくなるんだ、背中は大きくなるんだって言ってる方もいるんですね。確かにそれもね正しいと思います。私もですねいろんなこう競技者の方とかトレーニーの方見てますけど、デッドリフトが強い方っていうのは漏れなくですね背中大きいんですよ。もうそれは間違いないと思います。だからといってデッドリフトが強い方は広背筋が強いからといって、デッドリフトが強くなれば広背筋が強くなるかっていうと必ずしもそうではないっていうことはしっかり覚えておいてください。他の要因もあるんですよね。
ひょっとしたら背中がね発達しやすくて、デッドリフトやるだけでもう十分ね背中が大きくなるぐらいの刺激が入ってしまうような体質かもしれないし、ひょっとしたら見えないところでデッドリフト以外の種目もめちゃくちゃやってて、そのおかげで背中が大きくなってるかもしれないんですよね。他の種目をやり込んでるおかげで背中が大きくなったけども、デッドリフトをやってるところを見た人からしたら、あ、デッドリフトやってるから背中が大きくなるんだっていうふうに思われてしまうかもしれない。まあそういう可能性もあるので、必ずしもですねデッドリフトをやってる人がみんな背中が大きいからといって、デッドリフトをやり込めば背中がでかくなるかというと、そういうわけでもないっていうことはしっかりと頭に入れていただいた上で、デッドリフトと向き合っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあなのでデッドリフトでね広背筋はしっかりと大きくなりますと、筋肥大していきますと。ただデッドリフト以外の種目がメリットがある部分っていうのもたくさんあるので、デッドリフト以外の種目もデッドリフトと同じぐらいしっかりやり込んでいただいて、皆さんのね目的に応じてデッドリフトとそれ以外の種目しっかりとね冷静にどれぐらいねどの種目をやるのがベストなのかということを検討していただいた上で取り入れていただけるのをおすすめします。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄に新商品の情報を記載しておりますのでチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。